皆さんこんにちは、カリカチャージャパンアーティストのあゆです。動画見てくださってありがとうございます。家族みんなでおうち時間を楽しく過ごそうということで、今回は粘土を使って似顔絵福笑いを作っていこうと思います。では早速どうぞ。用意するものは画用紙、色鉛筆、紙粘土、筆、絵の具です。まずは福笑いのボードを作っていきます。画用紙を用意して完成のイメージを下書きとして薄く描いていきましょう。今回私は自分の顔を描いていくんですけど、みんなはお父さんお母さんもしくはお友達とか好きな人の似顔絵を描いてみてください。描いたパーツは後で粘土で作っていくので、なるべく簡単に図形を組み合わせるようなイメージで描いていくといいと思います。はい、こんな感じで描くことができたら、次にこの下書きを見ながら目、眉、鼻、口のパーツたちを実際に粘土で作っていきます。まず鼻から作っていきます。粘土に水彩絵の具の肌色を混ぜて絵に合わせながら形を成形していきます。はい、こんな感じで鼻は完成しました。次に目を作っていきます。着色していない紙粘土を丸く成形してハサミで半分にカットします。ハサミを使うときは十分気をつけてください。そしたら水彩絵の具の黒で着色した粘土を細長く伸ばしていきます。伸ばしたら目の周りを囲うように貼り付けていきます。両方やっていきましょう。こんな感じでできたら、水彩絵の具の黒を筆に溶かしてと黒目を描いていきます。はみ出ないように慎重に描いていってください。これも両方描いていきましょう。そしたら今度は白い絵の具でハイライトを少し入れてあげるとより可愛くなります。こんな感じで目は完成です。次に眉毛を作っていきます。粘土を焦げ茶色に着色して細長く伸ばしてください。できたら平たく潰してと適当な長さに両方切っていきます。はい、これで眉毛は完成です。次に口を作っていきます。着色していない紙粘土をと自分の好きな形に成形してピンク色に着色した粘土で唇をくっつけていきます。次に水彩絵の具の黒で着色した粘土を細長く伸ばして口角を作っていきます。次に白い粘土で前歯の部分を作っていきます。特に顔の中で前歯が目立たない人は作らなくてもいいと思います。こんな感じで口も完成しました。すべてパーツが作れたら輪郭と髪の毛だけ色鉛筆で清書していきます。この時中のパーツは消しゴムでも消しちゃいましょう。
い、こんな感じでボードも完成しました。これで似顔絵福笑いの完成です。目隠しをして福笑いとして遊んでももちろん楽しいし、目を離したり近づけたりしてパーツの位置を変えるだけでまた全然違う人に似てくるかもしれません。こんな感じでね、いろんな種類のボードとかパーツも使って家族とか友達、好きな芸能人さんの顔に似せられるか挑戦してみても面白いと思います。今はね、なかなか外へ遊びに行ったり運動することも少なくなって、お家でやることなくてつまんないなと思ってる子も多いと思います。でもそんな時こそ手と頭を使って工作を楽しんでみてください。お父さんお母さんもぜひお子さんと一緒に似顔絵福笑い作って遊んでみてはいかがでしょうか。他にもおうち時間の過ごし方についてリクエストなどがあればぜひコメント欄へよろしくお願いします。そしてカリカチャージャパン浅草校では、お子様の想像力や発想力を最大限に引き出すことを目的に、造形アート教室や子ども教室の開催を実施しています。4歳から小学校低学年のお子様までが対象となります。お子様に絵を習わせたいとか、感受性豊かに育ってほしい、でもどんな教室なのかなって思っている親御さんも多いと思います。そんな方はぜひ一度お子様と子供アート体験教室を受講していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバーイ。